柳家さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングださんのすけでございます。もう何言ってるか分かんないよ。てか俺はね肉まんを食ってるよ。肉まん何個目？肉まんね今ね3個目を完食いたしました。完食だ。おめでとうございます。はい。平成12年7月16日の更新でございます。残念。平成12年は12年前です。平成末が2012年7月16日更新でございました。失礼をいたしました。はい、明日の歌謡会は、はい、古今亭長太さんと竜亭小道さんでございます。ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、本日はですね、はいはい、本日は3日の歌謡会三之助天丼の会の、はい打ち上げでございまして、はい、ということはですね、はい、やはりいらっしゃいますよ、はい、三遊亭天丼先生。やイエーイ。イエーイ。そうそうそう。そして、はい、新作落語会に、咲いた赤い花、はい、赤い花赤い花プリンセスと言われております、うん三遊亭カルタモンカのスイカさんでございます。よっ、後藤恵子。イエーイ。なんか本名ゴッチンっていうらしいですね。ゴッチン。本名ゴッチンっていうらしいですよ。後藤と申します。はい、後藤と申しました。はい、こんなメンバーで、あとは島村んこさんもいますし。そうですね。あとは小杉ケメコ君とかいろいろいますよ。渡辺優也今ですね、うん。なんか向こうでちょっといろんなもの切ったり貼ったりしてるて、うん。またなんか三つ見物があるんだって。いや、先週の三つ見物はすごいよ。俺も言えてないよ。言えてないし、食い終わってない。言えてないし、うん、まだ肉まん3個あるから目の前。食い終わってないんだもん。小杉肉まん食いなさいよ、肉まん。え？もう一個食えよ、もう一個。すごいよこれは、うん、もうねしばらくは肉まん食わなくていいわ俺ただね、うん、何個食っても俺4つ目だからね。これ美味しいわね。そう美味しいですよ、ね、すごい食べたよね。みんな食べてるね。島村肉まん食えないんだよね、はい、こいつねなんかね変なアレルギーがあるの。なんだったっけ。豚骨アレルギー。豚骨今軟骨って言うの。あ、豚系がダメなので豚骨ラーメンダメなんですよ。ダメ。だけどなんか安いインスタントの豚骨ラーメンとかだったらいける可能性がある。ああ、だから本物じゃないから、あの高いのはダメなんですって。ああ、より実物で、とね、豚肉はいいの。大丈夫です。豚骨がダメ。豚骨髄が多分ダメ。ああ、ほんまで。だから餃子でも、うん、ジューシーな、うん、本当にうまい餃子いつも食ってるね、うん、あの神田餃子屋の餃子みたいなのは食えないんです。入っちゃってるから。安いの食える。スーパー、味の素とかそういうやつある。そう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 、スーパーでねなんか見切り品とか書いて売ってるのは食える。見切り品はどちらか、うん、見切り品はいいよね。でもね、ね、まあそういう感じでございますよ。でもとにかくね目の前にあるのがこの肉まんでしょ。蓬莱の富山さんからいただいた、はい、そしてあのさっきねからいただいたね、これなんガトーショコラもうほとんどないですけれども、はいはい、そして、あとはこの、のり巻き、おかき、うん、この豆が入ったね。そうそうそう、これはさっき姉ちゃんですな。そしてね、みのりちゃんからいただいた信玄餅の、はい、自金作り、豪華バージョンね、はい、それからババちゃんからいただいたちりめん山椒は死ぬほど天童さんが食ってます。天童さん半分ぐらい食ってるけど、はいはいはい、大丈夫か。おい大丈夫ですか。はい、飯橋さん、飯橋さんからもらったものはもう全部なくなりました。なくなりました。いただきました。 あっという間になくなりました。ウエスト、いただきました。はい、はい、この放送は笛吹市ふるさと子ども落語会8月26日日曜日15時開演、山梨県笛吹市スコレーセンターにて入場料500円の子どもたちの古典落語創作落語の発表会、舞踏派林家彦一師匠熱血指導の提供でお送りしております。連れてってくれるって言ったじゃないか。ダメダメ、今日は落語会があるんだから。ああ
8月29日はみたいな、なんかちょっといいですね、その高円寺の商店街みたいなやつ。じゃあ天丼さんにね、天丼さんに200円ぐらいで作ってもらいましょう。そうですね。あとは500円予算ありますから、うん、あとはあれですよ、あの笛吹市ふるさと子供落語会の歌とかもあってもいいですよ、うん、ね、落語カフェの歌作ったんだから、やっぱ笛から始まった方がいいんじゃないですか。笛からね、急にね、急にあの三之助さんの笛の単価が今急に激減しましたけど、下がりましたけど、うん、ゆうちゃん、あの痩せるコーラもう一本持ってきてくんない？痩せるコーラ、痩せないから全然。ずっとね、ほら言ってたじゃないですか、あの、僕あのコカ・コーラゼロとかね、ライトとかを痩せるコーラ持ってこいとか言ったら、うん、痩せるコーラなんかないって言ってたのが、うん、ついに出ましたからね、メッツから。特保の食事の際に脂肪の吸収を抑える、うん、ただね、ここに書いてあったのはね、摂取上の注意、多量に摂取することにより疾病が治るものではございませんと、うん、飲み過ぎあるいは、体質体調によりお腹が緩くなる、緩くなっちゃう、ダメですよ、死ぬほど飲んじゃ。だってね、肉まん3つ食った後の、ね、このコーラはどうなの、おかしいですよね、うん、だからフィットネスクラブ行って散々汗かいた後に思いっきりビールゴキョゴキョ飲んでるみたいな、うん、そうそうそう、チャラみたいな感じですね、プラマイゼロになっちゃう、でもいいんです、うん、はい、それでですね、はい、先週はあのスイタマスイッターの、はい、ありがとうございます、宣伝ずいぶんしましたけど、それももう一発いきましょうよ、はいはいはい、8月の、はい、8月の29日、はい、水曜日、7時開演でございます、うん、はい、はい、よろしくお願いいたしま す。さっきの子供落語会は何日でしたっけ。これは8月の26日26日日曜日ですね、ですね、はい、これはあれですか、スイスイたまたまったらネタおろしとかそういう感じですか、おーコーラが今痩せるコーラがね、爆発しびっくりするぐらい、ね、多分島村が振って持ってきたんだよね、まあ多分僕のこと嫌いなんだと思いますけど、なんかシャンパンファイトが始まるのかと思う、そうそう、後でトイレ行ってぶん殴ってるんですけども、はい、後でやってください、はいはい、ね、新作落語やってますよ、古典落語と、まあ、私とたまたま嬢さんで、うん、まあ、1席ずつっていうか、まあ、あの2席ですね、1人、うんうん、新作と古典やって、うんうん、で新作はなんかあのネタ卸しってわけじゃないですけど、なんとなくネタ卸しになっちゃいますね、うん、毎回なんとなく、うんうん、なんかここから名作が数々生まれてますよ、あのいろんなところでやって一金賞も覚えたというおじいさん、おじいさん一金さんもやんの、一金さんがここでねネタ交換してましたから引き上げさんがあの話やるの？やるんじゃないですか、竹田先輩、まあ、いいんですか、 やったっていう話は聞いてないですけども、うん、一応覚えてるはず、覚えた、それで何もらったんでしたっけ、私はあの平林じゃない、そうそうそう、交換してますよ、あの時ね実はね天丼さんもいたんですよ、天丼さんもね、あの時もねたまたま入ってきちゃいまして、はい、お礼なんて言ってたら、はい、天丼くんもついでに何か送れよなんて言って、はい、であの時何でしたっけ、家族家族再編みたいな感じの新作やりましたね、はい、天童さんはじゃあ何が欲しいって言ったらいらないって言ってましたね何もいらない、何にももらってない私今日ですね、はい、今日天童さんと私の会だったじゃないですか、歌謡会、ね、私は正式に楽屋で、はい、お稽古をお願いをいたしました、公約してましたからね、公約してました、いい橋さんなんてもう催促したりして大変だったの、いつやんのいつやんのって、そうだそうだ、ね、うん、だけども、まあ、今日、まあ正式にお稽古をお願いしましたので、うんうんうん、まあ、いつになるか分かりませんよ、うん、これから稽古してもらって覚えて、うん、それでやるんですから、うん、明日ってわけいきませんから、はい、お願いします先輩何を教わるんですか、で何を教わるかはもう天丼師匠にお任せをすることにいたしました、なるほど、で今日やったの3分のあやふやにあれであれやるんですか、そうすると落語家歌謡会あれだよ、あの8時に終わっちゃうよ、8時に終わっちゃいますから、うん、それ良くないですからね、うんうんうん、まあ、なんでしょうね、天童さんの落語さんの僕がそうそうそう、なんか去年の暮れにね勢いで約束しちゃったの、ここ で、 ここで、うん、ここで、うん、これ聞いてないおいたでしょ、いたんだよマジで、いたか、いないのにそんなこと言うわけねえだろ天丼のいい加減さが出てる、まあ酔っ払ってたけどね、施設してね、うん、だから天丼さんに頼むときはメールじゃないとダメですから、うん、常にメールをいじってます、だ天丼とすごい芸談をしてたんですよここで、でその流れで俺はじゃあ天丼の新作を覚えようって言って、うん、お願いしますってことになったんですよ、冗談かと思った、冗談じゃない俺はね、その冗談はないんだよ、俺は冗談じゃねえぞ、うん、本気でやる、はい、だ何教えてくれるかすごい楽しみなんだよね、で来年は、はい、スイカさんの新作、私ですか、あ、スイカさんの新作をですか、スイカさんの新作、今日のはいいですよ、女性がいっぱい出てくるんだよね、銀座生ハゲ娘、うん、あの生ハゲはいけると思うんだ、うん、
うん、名前はいけると思うけど、あのなんとか子ちゃんとかなんだっけ、あおじせんですか、うん、違う違う、今日出てきたさ、あの何子ちゃんだっけ、あの小川ケーブルで秋田小川子ですか、あ小川子とか秋田家長もちょっと出てたけどね、ちょっとで名前だけど、うんこれはなかなか面白いですよ。普通の女の子ってやったことないからね、気持ち悪いんじゃないかと思うんだけどね、ちょっとね、スイカさんもね、あの京太郎師匠の若い頃を彷彿させるようないろんなアイディアを盛り込んだね新作をねちょっとやってますから注目していただければと思います、うん、まあ天丼さんとネタの交換とかっていうのこれあったら面白いですけどね、新作同士で、うん、天丼さんだったらできるでしょ、女の子なんかも、うん、なんかものすごい目で僕のこと、僕のこと今高野が睨みましたけど余計なこと言うな的なね、でもあれでしょ、追加さんは天丼さんの新作なんかやってみたいなと思うのも多々あるじゃないですか、そうですね、うん、ね止まってる遺言とか、まあ、今残念ながらこれないみたいですけど、ね、ないみたいですけど、ね、こういう時よいしょできないんだね、この子はね、いやいやそんなありますよ、ありますけど、いろいろ思い出そうでしたけど、ありますけど、そうそう、ちょっと待って、いやいやいや、ありますけどなんて言い訳してたとこに何言うじゃんこれ、あら何ですかこれは、なんか高級、これは何ですかこの目に青葉じゃない、メロンが来ました、メロンが、メロン、これ何ですかこれ、メロンってそのままじゃないですか、うん、これ何ですかこれ、ゆいちゃんが今なんか探しに行きましたよ、何ですかこの青々とした、ね、うまそう、すげえみずみずしいだよ、これ、うん、これ何でしょうね、ゆいちゃん今帰ったまま戻ってきませんけれども、はい、うん、調子メロンです、調子メロン、調子というか三之助さんの地元ですよ、うん、そうですね、三之助さんの地元でメロン送ってくるといえば、うん、もうありがとう、実家があの、うん、実家がこういう成果をね開けなっているテラちゃんですよこれ、うん、テラちゃんから、調子メロン届きました、 ありがとうテラちゃん、いやもう ね生産者の名前まで分かってるもん、何何、平野和夫さんの作った調子メロン、平野ちゃんね、ちゃんがやるんだ、ありがとうね、平野ちゃんが毛虫取る取る、うん、取るね、あ船木って言うと調子もずいぶん外れの方だけど、はい、うん、美味しそうだ、ちょっと食べる、うまい、いただきます、ちょっとねハニーメロンっぽいよ、うん、甘い、うまい、びっくり、皆さんお食べなさい、ありがとうございます、いただきます、うん、すごいみずみずしい、高野ね、うん、天丼愛者、高野上からさんさんちりめん山椒振って食べるとさ、美味しい、うまい、美味しい、ちょうど食べ頃です、ね、あ、ほんとね、食べ頃だ、この打ち上げのさ、うん、豪華さは何これ、うん、なんか俺がもともと買って用意しておいたいなり寿司が全く減ってないどういうこと、だってこれ減りようないじゃん、残念ながら俺が1個も食ってる俺ほら肉まん4つ食ったから、肉まん食っちゃってるから、うん、美味しいやこら、ね、今日フルコースだね、すごいですね、うん、テラちゃんありがとうね、ありがとう、今日も来てくれてましたね、テレさん今日も来てくれてました、うん、ありがとうございます、まあ、まあここいただいた人はほとんどね、あのみんな今日来てくれました、ね、遠山軍団も ねわざわざ持ってきてくれてね、うん、どうこれなんか最近すごいねこの水着物はね、うん、最初はいつ来るんだいつ来るんだって一つ来ちゃ喜んでたのにさ、うん、今食い切れないぐらい来ちゃうっていう ね、でもね、うん、まだまだ募集してますよ、してますよまだまだ募集してます、はい、だって食い切れないって言いながら食いますからね、ちゃんと食いますよ、なんだかんで言って ね肉まん僕5個目食おうかとか今悩んでますから ねそれからやっぱりスポンサーもね、うん、今回第1号出ましたよ、笛吹市ふるさと落語会 ね、はい、来ましたけど、はい、どんどん募集、もうそのうちもいいんじゃないですか、代理店とか入っても、うん、もうね、追加さんなんか実家何やってんですかね実家ですか、あ、うん、もうあの実家潰れたろ、いやいやでも勤め人だったの前は、あの、待ってください、父親が死んじゃって商売をやめちゃった、亡くなって商売をやめちゃったのね、うんうん、じゃあその亡くなる前の商売宣伝しよう、いやいや、それは何屋さんだったんですか、別にあの、プラスチック工場みたいな、いいねプラ工ね、そういうの聞くと俺も黙っちゃうよ、ね
もう金型が違うもん、他とは。金型が違う。他とは。やっぱりプラはね、プラはね、工場がね、熱いんだ。熱いですよ。そうかそうかそうか。バリがいっぱい出んだよね。そう、うちのね、うちの工場もね、うち有限会社ハープ。ハープ。ね、うん、平井方面でやってますけれども、ディスプレイを制作してますよ。ディスプレイのご用命の方はですね、落語カフェにぜひ、ぜひ、いただいて。どんなディスプレイもできるんですか？ちなみに落語カフェの棚ですとか、講座ですとか、全部有限会社ハープが作ってますからね。あ、そうなんですか。はい、もう何でもできちゃいますよ。ああ、いいね。はい、じゃあ、あれですか、家紋なんかも入れていただけるんですか？いや、家紋なんかもバッチリ入ります、ね、何でも言ってください。書けない家紋があったらただくれるとか。ただね、半字紋はね、半字紋はもう世の中に通じないですからね。そうですね。だんだんあの落語も難しくなってきます。難しくなってます、はい、そんな風にですね、どんな会社でも宣伝できますし、はい、どんな落語会でも宣伝しますんで、うん、ぜひスポンサーになっていただきたい、はいはい、もうスポンサー料はとても安く、はい、ね、もういいねで引き受けるというやっておりますよ。天童さん、ちなみになんか近々にないですか？これは7月の何日に更新でしたっけ？これはね、16日ですよ。はい、なんかないですかね、急に振られて。僕の鷹の道みたいなのなかったっけ？あれね、落語道っていうの、落語道っていうのあれどっちなの？俺はもう知らない。なんだそれ。俺がつけたんだよ。分かった。じゃあ今度ね、ピロリに聞きますから。うん、俺今日楽屋で天丼さんの横顔を見たらさ、本当チラシそっくりなんだよね。あのチラシすごく。あのチラシすごいの、あれはね、オフィスキュートの、はい、お関亭さんが、そう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 、お世話人の方がやっててね。うんうん、まあ、李承師匠の絵も見たことあるんですけどね、うん、本当に ね線は単純なの、うん、単純な線であそこまで似てる絵がよく描けるなっていうね、うん、ちょっとびっくりしました。ね、横顔が似てるって。落語カフェにもちょいちょい落語を聞きに来てくださいますね、うん、ね、よくお見かけします。僕らの鹿芝居でね、うん、後ろの方でビデオ回してる人ですから、うん、あったら知らしうまいねって言ってみてください。はぁとかって言うと思います、ね。あんまりビビットの反応は返ってこないと思いますけども、はい、攻めだるま、攻めだるまもね、やってますよ。はい、ありました。はい、言わないとまずい。はい、どんどん言ってください。じゃあ大きい声、大きい声で言わないと。ここで撮ってるからね、ちょっと離れたとこに。天丼さんなんか頭ハゲてきてません？なんかむしろ踏みとどまってるわ。そうなの、増えたって言わないとこは。そう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 、ちゃんとしてる。嘘はつかない、ちゃんとしてる。これ言った方が褒められる。はい、参加しましたよ、三之助さんが。21日の7月21日何曜日ですか、これ。土曜日、土曜日の1時から、はい、夜もあるのかな。うちの師匠がやってるから。やるんだよ、日本橋亭で。そう、それです。するの、詳しく分かってないんですけど、うん、日本橋亭で、小江戸日本橋亭で。確かね、天童さんは5人回しやりますよ。そうです。よく知ってんな、よく知ってんな。天童ファンみたいな気持ち悪い。びっくりした、ええ、なんかうちの師匠がやって炎症のネタを、うんうん、まあ、三遊亭の一門の出られる人でやろうという、うん、そうですよ。タイトルは忘れました、うん、だからタイトルはね、炎上の落語道、違うな。炎上孫弟子の会みたいな感じで、うん、昼の部はね、宝楽師匠がいらっしゃるんですよ。多分で、宝楽師匠のお弟子さんと炎上師匠のお弟子さんがやって、うん、で、午後の部はまた、それで違う企画になってますね。他の企画で、そう、なぜか僕のが詳しいっていうね。で、高野さん5人回しをやる、皆さんは昼の部に出る。前座さんの次に2、5人回しをやる。まあ、かなり乱暴な番組。昼の1時15分から5人回しを始める。早番だね、早番。恐ろしい。もういろんな田舎者とかいろんなやつ出てくる。そうそうそう。いろんなやつ出てくる。もうちょっと考えたら。まあちょっとね、天丼さんだけにね、うん、一筋縄ではいかないようなやつがたくさん出ると思いますよ、五人前。天丼がいっぱい出てくる落語ですよね。そうですね。そうですね。落語やってる最中に天丼がよく出ない、天丼の落語ですね。そうですね。我に返る落語。まあちょっと今度の土曜日は、うん、ちょっと日本橋亭に注目してください、はい、と。お願いいたします。はい。教えてください、お答えします。また噛んでんじゃん。バカ。回答者はですね、野際さんの三遊亭聖歌さんですね。あと、孫悠亭ティントンさんです。はい、はいはい、この3人が、はい、ゆいちゃんの質問に答えるというコーナーでございます。はい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 、はい、どうぞ。
話し家さんはいろんなものをいただいたり、いろんなところでいろんなものを食べたりすると思うんですけども、うん、好きなものは何ですか？一番好きなものね、はい、食べるものですか、これは。はい。あ、これはね、なかなか難しい質問だね。難しいな。例えばね、うん、好きなものっつっても段階がありますから、例えば、うん、最初のスターターとして好きなものもあればね、うん、スープの中で好きなスープもあれば、うん、肉の中で好きな肉もあるしね、うん、これは難しいけれどもね、うん、まあざっくりきますかね。ね、話し家になってからね、うん、やっぱりお差し入れってもらうじゃないですか、うん、そんな素人の頃ね、学生の頃よく差し入れもらったとかそういう人あんまりいないと思うんですけど、うん、やっぱりそうだな、まずは僕にもらうっていうよりは、うん、師匠のところに届いたものの、うんご評判に預かるっていうことが多いじゃないですか、うんうんうん、するとね、すごいいろんな文句見たことないもんばっかりなんだよね。よく言うのはね、うん、話は貧乏はしてるけども、うん、下はおごってるっていう人がいますよ、うん、ほんとそうなの、うん、それで季節のものが送られてくるのね、まず師匠のうちで修行してると、うん、季節の蜂蜜がね、うん、季節の蜂蜜、その頃は塩もあれだったから、うん、もう塩とか蜂蜜だけじゃなくてやっぱりいろんなとこで仕事してますから、そう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 、僕はねびっくりしたのはね、まずはねアスパラだったな。そのなんかこう航空便かなんかで届いたアスパラをね、うんうん、いっぱい届くわけですよ、うん、僕らアスパラなんてちまちま食うもんだと思ってたんだけど、うん、ガバって届くからもうみんなガサって茹でてバクって食うんですよ、うん、それがびっくりしましたね。豪快なんだね。こんななんかなんていうの、このこんな太いさ、直径2センチくらいですかね、太いのさ、うん、そんなのも見たことなきゃね、うん、たださっと茹でてガブって食うみたいなね、うん、それがね今でも印象に残ってますよ、ね、私は、うん、そういうアスパラガス、アスパラガス、まあでもそれはね真実だね、それね、うんうん、スイカさんはどうですか？私ですか？あ、でもね、やっぱりこの落語家になってからは、うん、一番変わったのはやっぱりその、差し入れのご評判で覚えたのは、一番覚えたのはやっぱあんこ、あんこ、あんこですね。多いね。やっぱOL のOL やってたんですけど、頃からデパ地下とかでお買い物して帰るのとか好きだったんですよ、うん、でその時はやっぱり圧倒的に洋菓子買って、いや確かに確かに、うん、やっぱりお家持って帰って家族と食べたりとかしてたんですけど、うん、やっぱりこの世界に入ると皆さんこうお差し入れでいただくのってどら焼きとか和菓子が多いんですけど、やっぱりね、あんこが皆さんやっぱりいいものをくださるんですごく美味しいんですよ、うん、でまた洋菓子よりもちょっと餅が良かったりしますからね。だから絶対昔よりもあんこの味は覚えてると思うんですよ。だから今なんか和菓子のその美味しいあんこのものをいただいた方が嬉しい時がありますね、洋菓子。なるほどね、ジェリービーンズとか投げつけてて痛い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 、ね、うん、なら羊羹で殴られた方がいい。なるほど、うん、トライアでぶん殴られたい。折れるほど殴られたい。なんか札束で引っ張られたみたいな雰囲気ですよ、うん、すごいよ、痛いけど高いし、スイカこれでどうだなんて、トライアでピシピシな参りましたなんて言ってちょっと見てみたいですけど ね、 ね、なるほど、あんこ系ね、あんこ系ですね、なるほど、元も好きだったんですけどね、さて、はい、天丼さん何丼ですか？何丼じゃない。何丼じゃない。何丼。何丼じゃねえ。名前いただきました、はい。いただきましたじゃない。はい、な、嘘、うん。これすごいですよね。必ずいつも嘘って言うじゃないですか。うん、3人目ですよこれ。どう考えても流れ的に来るのは当たり前じゃないですか。そこでまたね、このね新鮮なリアクションができる。はいはい、新鮮だから。これがこ。プロだよね。これが。新鮮だよ。はいはいはい、あ、まあ、新鮮なものが好きみたいです。はいはい、そうですね。フレッシュなね。私アリさんの好きな食べ物知ってますよ。マジか、はい。昔聞いたことある。本当俺なんか知るんだよ、ちょっと待ってください。同時に言いましょうか。あ、多分ね当たんないかもしれない。同時に言いましょう、天童さんと。アリさん、アリさんじゃあ一斉に言ってみましょう。せーので言いましょうよ。天童さんも好きなものを言え。好きなもの。ほい、天丼さんも好きなもの言って、スイカさんも好きなもの、もしかしたら一緒かもしれない。私昔でもそれ交差で聞いたんですよ。そしたらお互い独身でしたっけ。お互い独身でしたっけ、はい、そしたらもう結婚しましょう。たま当たんないから、たま当たんないから、1つぐらいなんですよ。はい、いきますよ、じゃあ3、はい、2、1、これ当たんない、3、2、1、はい、うまい棒のチョコ味。全然それ言ったことあるけど、言ったことありますよね。全然まるっきり違うじゃん。うまい棒のチョコ味、
あ、言ってる。言いましたよね。私ね、昔聞いたことありますよ。好きなんてさ、それ交差で言ってんでしょ。はい。可愛いと思われてんだろ。可愛いと思う。それダメだ。中野ちゃん。女性ファンを意識してるね。それはあの今の流れだと本当まあのね。はい。まあぶっちゃけあれはもう美味しいんですよ。美味しい。じゃあ天丼は何ですか今。レバーかセロリかと思ってた自分で言う。あ、レバー好きなんだ。人前で言うのもね。何、じゃあ生レバーダメじゃん。あのね、そうそう、あとうまい棒。レバ刺しとかじゃあ今ダメになってきて非常に残念なの。残念ですね。あー、なるほど。死んじゃえばよかったのにね。死なねえよ。食ったか死ぬもんじゃない。でもあの差し入れでレバーを入れる分にはいいんじゃないですか。レバー差し入れ。だって見せて食わなきゃいいんでしょあれ。食べるか食べないかは。レバー入れられちゃってさってなんかボクサーの会話レバーいいのもらっちゃってるみたいな。なんかほらうちで牛飼ってる人がさっと閉めて持ってくるとかねえ。すごいな。それなら大丈夫じゃん。閉めちゃう。うん。閉めちゃう。レバーだなっていうかあのレバーの。なあ、チョコない。好きって、あの、うまい棒チョコはさ、うまい棒小さいじゃん、あれ。あれね、チョコはちょっとちっちゃいんですよ。で、あの値段で、あの、あれは世界一うまい。で、うまい、うまいって言ったら、そればっかり来るようになって。あんまり言わなくなったのね。いっぱい来る、いっぱい来るけど。安いのが来るんだ。やめろ。わかったわかった。天丼さんの好きなのは安いレバーです。違う、うまい棒チョコ50本とかあの袋で入ってきちゃうんだね、大人買いして。それはさすがにすぐには食えませんよ。そうだよ、俺は日暮里駄菓子問屋かっていう、そういうのが来ちゃう。チョコ100本とか喜んでもらおうと思って。うちにあるのは何しよう。そうなの、楽屋の差し入れってのはね、ちょっとがいいんです。そうなんですよね、男子衣装も言ってたもん。あのね、もらうものなら何でももらうよなんて男子衣装がちょっとでいいんだと。なので、冷蔵庫の中にもちょっと収まって、で、あのちょこっとあの酒のつまみになるみたいなのが一番いいって言ってますね。だからなんか買おうと思ってね、いくつか大きさがあるとするじゃないですか。なんか例えば5個入り、10個入り、15個入りとかってあるんだったら、絶対一番ちっちゃいのを買ってきてもらいたい。なるほどね。そうすればあの楽屋なんかだとその場で食べちゃえるんですよ。なるほど。で大きいと開けちゃうとほら持って帰るの大変になるから開けられないので、あのみんなで美味しさを共有できないのね。なるほど。じゃあチラッとでいい。そう、ちょっとあって、あー美味しいね、さすがだねって言いたいわけ僕ら。じゃあ明らかに3人会なのに、なんか2個入ってるみたいな。それは喧嘩になるね。残念です、ね。そしたら天丼には行かないけどね。なるほどなるほど。ということでここでね、時間が来て天丼さんがそろそろ、はいはい、終電ですので、はい、そろそろあの天丼さん帰りますので、はいはい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあね、ちゃんとちりめん持って帰ってね。ちなみにこれあの、まあ、質問したゆいちゃんに聞きますけども、はい、逆に言えばお前は何が好きなんだと、ゆいちゃんに差し入れをあげようかななんて人もいるかもしれない。本当ですか。なんかもらってたじゃん、誕生日プレゼントとか。いただきました。そうそうそう、こいつで誕生日プレゼントもらったの。このポッドキャスティングで聞いたって俺言いなさい。ここで、ありがとうございます。寺内さん、名前出したら。寺内さんにももらったし、寺内さんもらったの。あとザビさんにも。ザビさんにも、はい、あら、美味しく頂戴いたしました。ありがとうございます。横田にゃんにももらってたよね。はい、いただきました。もらいっぱなしじゃない。島村からは何もくれなかったっつってた。あの、でもケーキ…島村の忙しいって無視してたから。ああ、そう。いや、でもうちに実は置いてあるって何にもならない。いつも持ってくださいじゃん。今なんか薄く毛が入っちゃってるんだけど、うん、そうだね、ダメですよ、生物置いといちゃう。はい、はい、で、ゆうちゃん何が好きなの。食べ物別に差し入れでいただきたいとかそういうんじゃなくて、ただラーメンです。ラーメン、こいつはこいつラーメンが好きなのよ。よく食いに行ってなかった。またそれがさ、俺よく食いに行ってたとかね、うん、あのなんかじゃあ終わった後とか10時半頃ないじゃないですか、もうお腹減ってるわけですよ。でなんか食うかお前と、それとも帰るかって、まあ大概食うわけですよ。うち帰ってもどうせね、あのコンビニとかで買うんですから、さすがにお母さんその時まで作っててくんないから、悪くて何時なのか分かんないから、じゃあ行きましょうよっつって、まあ行けばまあ僕は出しますよ。でなんかもう、じゃあ俺ごってやっからってごちそうさまですっつって、何を食べたいって言うとね、 100% ラーメンって言うんですよ。 100% ですよ。
昨日食ってんだよ、うん、ラーメン好きなんだ、うん、ラーメン。じゃあラーメンもらったら嬉しい？嬉しいです。そしたらここであのなんかお昼とか茹でて食べます。お前何やってんだよ昼中にバカ野郎。何考えてんだお前本当に。自分家で食え。自分家でここでラーメン作ったらすごいと思う。おかしいだろお前、うん、店員がラーメン食ってきたてんで完全に店員が食っていいのはなんかパンとかまででしょ、うん、パクッと、うん、なんでラーメン茹でて食ってんの、うん、そこへお客さん来て俺いらっしゃいましたありえない。喫茶店ありますよ。そういう喫茶店あるけども行かないでしょ、うん、誰が何というとおしゃれカフェに。そうだよ、ゆいちゃんラーメン食ってる脇でさ、うん、なんかあの工芸茶とか飲んでるの変だもんだって。なんかお客さんがあれだよ、ホットサンドでね、なんかほら、じゃあハムチーズと、それから、ツナマヨかなんかでホットサンド食べて、でなんかちょっと横にあのトッピングのね、うん、チートスみたいなの食ってる横でさ、うん、ずる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 、うん、豚骨臭がしたりとかしたら嫌いよね。あ、僕飲むお酢とか好きですよ。そう言ったらそれ。あ、飲むお酢、ね、飲む、なんかお前にして言うこと可愛いじゃねえかよ。いいね、飲むお酢なんか結構いいよ。いいよ、女の子なんか買ってきちゃうよ、うん、飲むお酢、可愛い瓶に入って。逆だったらよかったのにね。ちなみに何が好きなんですか？どれでもいいよ。あのリンゴとか、うん、チョコまでのうんちくはないの？ないですか？俺そんななんだよ。なんか小学生みたいな。今の人がしたけどね。あとゼリーね。そう、はい、ゼリーも好きな。ゼリーも好きな。よく加藤さんとかゼリー持ってきてなんて。もういいよ。そうそう、ゼリーずゼリー欲しいんだね。そうそうそう。ね、あ、天童さんこれ持ってってくださいよ。おー、はい、ね、もう本当に電車大丈夫ですか？そろそろ大丈夫なんですけどね、うん、まあ、ゼリーで盛り上がってると俺やばいかも、ね、ゼリーでね絶対おかしいですよ、はい、で残念ながらね、やっぱり天丼さんがラーメンでね、ゆいちゃんが飲むお酢だったらちょっと収まりは良かったんですけど、ゆいちゃんがラーメンでおっさんみたいなこと言ってますからね。何ラーメンが好きなの？雑な枠。最近担々麺が好きです。担々麺、担々麺って言うとちょっとね、うん、あの女の子っぽいね、女子っぽいですね、女子っぽい、ひき肉の乗ってるやつ。天童さんはなんか伊勢尾形さんみたいな、ま、なんか眉間にシワ寄せてましたけど、担々麺ってのはあんまりなんかよくなんか帰りに捨て台詞を。スーラータンメンが好きです。あ、お疲れ様でした。おい、どんな帰り方だろう。それで、ね、まだ実はね、うん、まあ、天丼さんに、あんまり食わしたくなかったので、うん、あんまり言ってなかったんですけど、うん、千葉さん、はい、ね、もうこれはね、よくね、落語カフェに来てくださるお客さんですけれども、うん、はい、なんと、ゴディバのアイスクリームをゴディバです、たくさんいただいております。すげえ、ゴディバといえばあのチョコレートで有名なゴディバですよね。そう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 、あのゴディバですよ、うん、まあスイカさん、はい、ゴディバと聞いてちょっとあんまり苦手だなって言ってる女の子なんか見たことないですよね。そうですね、大体あの皆さん上がりますね、皆さんちょっとテンションがね、はい、上がりますね、こみっちゃんがゴディバのアイスクリーム大好きなんで、そうなんですね、っていうのはね、一回ね、すごくね、悲劇的な事件あったんです。お客さんから大量にもらって、うん、あのドライアイス好きで、あげたらゴディバのアイスクリームだったの、大好きなんだけど、うん、冷蔵庫がなかったんだって、全然の時うちに。あ、私だから泣く泣くね、うん、大家さんにあげちゃったんだって。さすがに大家さんちのね、冷凍庫に入れておいてくださいって言おうと思ったけど、うん、5分考えてあまりにもせこすぎると思って、あ、そうかね、うん、そしたら大家さんがね、それからものすごく優しくなった。いいわ、あなた本当に高橋さん本当気が利いてるもの持ってきてくださってなんつって。いいね、そうなんですよ、そら大家さんに大変な特典を稼いだ。そうです、そうです。でいろんな種類がありますのでね、はい、今ちょっとゆいにゃんが持ってきてくれますけれども、大変だね、はい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 、今日はもういろんな仕事ばっかりして食べてる間がないよ、ラーメン作ってんじゃねえか、あっちで大丈夫か、どうなんでしょうね。あ、すごい、あら、種類いっぱい、すごいな、いいや、メロン食った後にゴディバですよ、ね、何この贅沢な天気、今日何キロカロリー、何この天丼さんが天丼さんが持ってきたタコのかまぼこ、何これ。それでも可愛いですよ、うん、可愛いけどね、あら、それもさ、なんか豪華版だよ、カップのやつだけじゃない、ただのゴディバじゃねえぞこれ、
だってまずね、うん、カップアイスがニルストロベリーチョコレートチップとかね、うん、こうねカップだと僕フライングしてね、あのね NHK のあの大石さんが来た時にね、うん、あの食っちゃいましたけども、うん、ペルシアンダークチョコレートですとかね、あとこれなんだい、これアイボリーチョコレートチップ、もうだっての名前は一筋縄でいかないもん ね、 ね、チョコとかバニラとかストロベリーとかじゃないもん、チョコレートチップクラシックミルクチョコレート、ほら必ず3つぐらいあるね、単語3つ使うの、ね、単語3つ使うものなんか、ね、うん、ジャンポール・ゴルチェぐらいしか思いつかないよ ね、 ねイブ・サン・ローラン、そう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 、すごいですよこれ、あとはね、タルト系、美味しそう、タルトグラッセ、抹茶&ホワイトチョコレート、これ豪華だね、うん、俺カップアイスだけだと思ったらこんな豪華な、うん、それでねこっちには今度アイスクリームトリュフっていう、これすごい、もうほんと千葉さんすいません、うん、本当に今度は千葉さんっていうのはゴディバさんっていうんじゃないですか、そうかもしれない、当人じゃないですか、いやでもね一回ねうまい棒くれたこともありましたから、ね、そう、ヤオキンさんでもあるわけ、ヤオキン、そう、うまい棒ねくれた時、もう僕ね覚えてますよ、あの僕がタイでうんこ漏らしちゃった話してたんですね、うん、この話最初からしますけれども、はい、僕ね最後にうんこ漏らしたのがバンコクなんですけれども、うんうん、ちょうどね太志くんっていう僕の友達と一緒にうんこ漏らして太志くんですか、はい、一緒にあの、まあ、太志くん漏らしてないんですけど、うん、ちょっとマッサージ受けてたんですよ、うん、ものすごい冷房が効いてるところで受けてて、僕フットマッサージ、うん、太志くんは全身マッサージで、僕なんか30分早く終わるんです、うん、で、最初ちょっと待ってたんですけど、なんか僕ちょっとかったるくなってきて、太志、うん、俺じゃあホテル帰ってるわっつって、うん、で、あ、悪いけどじゃあちょっと買い物してきてくんねと、じゃあ飲み物とビールぐらい買っといて、で、その後はもうあれだからって、晩飯までちょっとシエスタをしてね、うん、仮眠して、うん、晩飯はちょっと豪華に行こうじゃないかなんて言ってたら、うん、ホテル戻ったんですよね、そしたら部屋でね、なんかね、プッスーみたいな、なんかちょっと乾いた兵が出たんですよね、よくあるじゃないですか、なんか本気出してない兵が、うんうん、なんか出ちゃう感じで、ずっと ね、 ね、スイカさんも笑ってるけど心当たりがないわけじゃないですか、そよ風みたいなやつでしょ、はい、まあね、うん、それでそよ風みたいなやつ出たので、うん、あ、ここはちょっと本格的にね、うん、したいなと、うん、今の兵では納得かなと思って、うん、おなかの中2回ぐらいよじってね、うん、このほら、あの人間ポンプの人が金魚を飲み込んだやつを吐き出したとくみたいな、うん、グッとこう入れて、ケツをグッとね、うん、入れてね、うん、こうなんか石の魔子みたいな感じでね、プリッとこう、うん、ケツをしながら全然わかんないけど、例えがバッと出したら、うん、音がね、バッと音がして全部うんこだったんですよ、しかもちょっと柔らかい気味でね、はい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 、びっくりした、あのね、1番、うん、おならをしました、2番、おならをしたけれどもうんこが漏れてしまいました、うん、3番、うんこをしましただったら、もう完全に3番なんですよ、うんうん、で、うん、もう重くなっちゃってるパンツがこのパンツの重さでね、うん、こう脱いだらもう完全にね、うん、額がねパンツから、うん、うんこがついたパンツからね、うん、なんかあのうんこの受け皿としてのパンツになっちゃって、うん、もううんこが額になってるから、うん、あ、これはあのもう何迷わず諦められるなと思って、うん、幸いねもう一枚短パン入ってたんですけど、そっちには映ってなかったので、全部ビールとか出して、そのパンツを脱いで、うん、セブンイレブンの袋に入れて、うん、それで、横に置いといて、うん、僕シャワーしてたんですよね、うん、あのサザエさんの歌とかとか歌いながらシャワーしてたら、トシが我々帰ってきて、いやあっちなおビールビールっつって、セブンイレブンの袋開けた瞬間にワーオっつったんですよ、あのワーオが生で聞いた一番素晴らしいワーオ、ワーオねえ、ゲロッパとか言いそうでしたっていう話をしてたら、千葉さんがなんかこうくれたわけですよ、うまい棒たくさん、うん、俺飲んでたね、ほらほらこの前おっしゃってたと、いやうまい棒って一言も言ってますけどって言ったら、どうもセブンイレブンの袋の方をモチーフにしてみたいなんだけど、さすがにこれだけ持ってきてもなんだかわからないから、うん、中を駄菓子でたくさん埋めてくれたという、うん、で以上千葉さんどうもありがとうございました、ありがとうな、で今こんなって気づいてるんですけれども、うん、千葉さん私の名前出さないでね恥ずかしいからって言ってたんですけど、うん、もう手遅れです、はい、いいんですか、でこれね、これうまいよこのアイストリュフ、あ、それこれすごい、ちょっと、ちょっと食いましょうよ、これ、あ、これほら2つ入ってる、ね、はい、はい、どうぞ、来たらの親父みたいな、好きな、なんかいいね、この白いさ、このあれになんかパイオツみたいにさ、うん、うん、おいしそう、これうまそうだ、あららららら、アイスクリームトリュフ、ほらみんなそれぞれ違うんだ柄が、うん、僕のはもう、ま、これ抹茶かね、抹茶だろうね、これうまい、うまい、うん、何これ、うん、おいしい、軽くみんな無言になってるけどね、うん、うまいね、
これにまたね、これ逆にチョコレートでしょ、うん、キラちゃんの持ってきたメロン合うかもしれないこれ、うん、あ、うんうん、合う、うまい、うん、ちょっとほろ苦いチョコレートのね、うん、メロンのこのね、うん、もうみんな獣みたいだね、うん、みんな甘いもん、なんかね、静かになっちゃった甘いのもうさっきからもうむしゃむしゃ食べてさ、ね、で1個残ってる肉まんはゆうちゃん食べなさいよ、はい、うん、ここであの全員モノマネコーナーということで、うん、全員であ、日本人なら誰でもできるあのモノマネですか、ババさんじゃなくてどうします、猪木さんにします、ババさんにします、どっちかに、どっちでもいいですよ、じゃあ個性が出るのはどっちですかね、ババさんですかね、ですかね、じゃあババさんのモノマネいきましょうかね、うん、じゃあ誰からいきます、じゃんけんしましょう、じゃんけんほい、はい、じゃあ一人だけチョキだからスイカさんからいきましょう、はい、スイカさんから、時計回りにいきますよ、はい、はいはい、三遊亭スイカのジャイアントババのモノマネどうぞ、ジャイアントババです名前言っちゃった、いい、ね、名前言っちゃった名前そんな全く同じ声でちょっと後藤圭吾ですって言ってもらえますかちょっとお願いします、はい、3,2,1 はい、後藤圭吾あ、でもちょっとババっぽい、ババっぽい、うん、ババっぽいね、ババさんってこんな感じだよね、悪くないよ、足大きく見えるもんだって、はい、うん、これなんか次の新作とかに登場してもらいたいそうですね、これじゃあ次、柳家三之助のジャイアントババお届けします、はい、はい、どうぞ、なんでバカやろそれセリフがいいのそう、セリフ、猪木のセリフでババをやるババ、ね、でも猪木の声に聞こえましたね、今え、勉強ですかそれ、それなんかババ、なんかババと猪木似てるんですか、でも、うん、でもやや猪木は似てましたけどね、はい、じゃあ小杉さんお願いします、全く格闘技を知らないんですけど、うん、だからもう、ま、ババも知らないんでしょ、うん、いいね、それがいいのよ、イメージだけど、うん、ポッ悪くないですよ、悪くない、悪くない、そんな感じでしたよね、はい、ゆうちゃんちなみにババさんとしてますか、ジャイアントババさん、はい、でもなんか話してるの分かんないです、あ、そう、でかいってのは分かる、でかいのは分かります、分かりました、じゃあちょっとそのイメージをお願いします、ジャイアントババです、名願島のおじさんって今ね、ジャイアントババってなんか分かんない、なんだ次にお願いします、今のでいい、昭和も末期になるとこういう感じになっちゃうんですね、ババさん、昭和63年生まれってこういうことなんですか ねびっくりしますね、はい、まだね、まだスイカちゃんも若いですけど、うん、若干ちょっとやっぱりね、ゆうちゃんよりは上な感じが、はいはいはい、ホップジャイアントババです、こんな感じでしょ、それですね、こんな感じでしょ、ほぼそれでしょ、だってババにしてちょっと早かったけどね、今ババさんでしょ、うん、みんなね、書いたんですよ、燃える闘魂とかなんか書いてあるじゃないですか、うん、で、あの戦い鶴田とかね、うん、なんかあの、飛べ三沢とか書いてある中でね、うん、動けババっていうポスター見たことある、動かなかったんだね、動けババって書いてある、動きづらかったんだね、なんだか、うん、で、まあ、島村昔からね、何しろこいつはね、うん、女の子でね、うん、あの私は今でこそ170ぐらいの女の子っていますけど、うん、もう何センチやんの、171、でかい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 って言われて、高校の時からよくね、うん、あのね言われてたよな、なんか島村がピッチャーやってる時ね、うん、セカンド振り向いただけで牽制球タッチアウトにしたとかね、なんかバタフライやったら2階のギャラリー叩き落としちゃったとか、いろんな伝説のある島村で、でかい伝説のある島村ですよ、だ真似する必要ないってことだよね、そう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 、なんか島村すごいですよ、なんかね、あのどっかの孤島に行ってたらね、うん、なんか台風でね、島が2キロぐらい流されちゃって、島村がバタ押しで押して2キロ戻したとか。とにかく巨人伝説の ね、 伝説だね、女です、うん、だから多分いいバラのモノマネしてる、大体モノマネ得意なんだよ、ね、大体得意ですよ、うん、モノマネ上手だもん、ちょっと待って、ちょっとウォーミングアップで、うん、クサエリコやってもらいましょう、ね、あ、クスダエリコ、ね、ウォーミングアップで、これあくまでもウォーミングアップ、クスダさんも背高いから、ね、はいはい、じゃあちょっとお願いします、セリコです、ほら、なんとなく、ね、もうちょっと待って、ここでほら三遊亭スイカで道連れもいますからね、うん、ちょっともう一回ちょっともう一人クスダエリコさんいますよ、クスダエリコです、ちょっと今スイカさんの上手かったよあれ島村大丈夫かな、うん、まあウォーミングアップ、ね、ウォーミングアップですから、これからが本番だ、じゃあ行きますか、はい、せーの、どうぞ、パなんか具合が悪くなっちゃったら今ババというよりは二日酔いって感じでしたけどね
ねえ、はい、臭い息が出ましたね。そうですね。以上、ジャイアント馬場のコーナーでした。まあ、あとモノマネコーナーもう一回ぐらい回しますか。ああ、モノマネコーナーね。いやね、今モノマネが、まあ、落語カフェであるブームということで。静かなブーム。静かですね。静かなブームですよ、うん、もうみんなこそこそみんなもうね腕を磨いて。そうそうそう、小さい声でね、クスタエコです、もうこそこそだって小声になりゃもうそんな感じですもん。そんな感じでございますよ、ね、はい。なんかないですか。モノマネといえば誰ですかね。この前やったの何でしたっけ。森進一でしたっけ。あ、そうね、やったね。森進一も対決も最低でしたけどね。あとは、あ、じゃあ今よくあるパターンで言うと、うん、田中邦衛先生とかね。あ、田中邦衛先生ね。田中邦衛さんはね、ゆいちゃん、はい、田中邦衛さん知ってる。顔わかります。顔わかんの。顔わかるんだ。顔わかんの。顔あれだろ、顔ちょっと垂れ目で、はい、ちょっと短髪で、ちょっと顔の色黒くて、はい、で黒紋付き着てるんで、それ文鳥師匠だからな、それは国平さんじゃないからな、それ。そうっすね、文鳥師匠もういないから。文鳥師匠だからな、ね、本当に。じゃあ田中邦衛さん行ってみますか。はいはい。じゃあ、ね、さっきのようにちょっとじゃんけんしてみますかね。ゆ、はい、いちゃん戻ってほら。ゆいちゃん。早く早速持って、はい。はい、じゃんけんぽい。ね、ほらパー一人だけですから。ゆいちゃんからですね。大丈夫ですかね。はい、これなんか見本とか一発目で見本聞けなかった。そうですね、ゆいちゃんの田中邦衛さんのイメージでモノマネをお願いします。昭和63年生まれのゆいちゃんがやる、はい、ね、田中邦衛さん。まあ田中邦